内海利勝、ラブ&ピース、同じ空の下から。This program was brought to you by 横浜野毛あぐら亭、登る靴店スーパー G、 ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 PCI ジャパン。海を渡る鳥たちも日の手を待ちわびて、輝きの中に溶けて時を越えてゆく。セポヘトスジ30年、横浜の野毛あぐら亭、スーポンオイルハイコー、スポレアダユゲン、スポレカミユゲン、スポン一筋30年横浜の野毛あぐら亭。おい、おう、わお。横浜のげあぐら亭 .com で検索してください。本物の食をあなたに、ナチュラルフーズショップ新鮮、自然農法 EM 蘇生栽培農産物、各種無添加食品、 EM 関連商品をはじめ環境生活雑貨を取り揃えています。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、 EM 生活。PCI ジャパンでエグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、 EWS ジャパン、ローヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に一層スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞお気軽にお越しください。はい、はい、ね、一週間のご無沙汰、ね、こう寒い日が続きますけどね、風邪はひかないですか？風邪は今のところ大丈夫みたいです。はい、あ、なんかね、俺もマスクしているせいというか、まあ、意識してマスクしているせいもあるのか、あんまり風邪っぽくならない、ね、うん。結構周りインフルエンザとか多いですよ。多いんだよね、うん。学級閉鎖とかがあるみたいですけどね。ね、気をつけてください。ね、気をつけてください。はい、今日もね、あの、僕の知り合いで、あの、この間の、大浦のハニービーってやった時に、まあ、あの、私のもともと友達なんだけど、その人から、いろいろ CD もらったりするんですよ。あの、新しいものとか、いろんな古いのもあるんだけどね。うん、その中にグラミー賞、今年の2017年。終わったばっかりですね。うん、ね、あの、ね、ノミニーズって言うんですか、ノミネートされた曲ですかね。うん、ああ、はいはいはい。うん、だから、それの、CD をね、で聞いたらね、面白いんだよ。いいなと思っちゃってね。だから、まあ、ちょっと、この番組じゃこんな、こんな時期失礼だけど、うん、この方はね、初めて書けると思うんですよね。そうですね。私もね、聞いただけで、誰が歌ってるかは意識してなかったんだけど、そしたら、なんと、ビヨンセさんが歌ってる。で、その、ね、うん、2017年のね、うん、グラミー賞のノミネートされた曲ですね。はい、じゃあ、ビヨンセで、はい、Don't You Yourself Featuring Jack White と。うん、はい。はい。そうか、これはフューチャリングって書いてあったぞ。そうそうそう、はい。なんか。オラオラってきた。あれですか、和田さんはんがそういうの。いやいや、その友達。あ、和田さんのお友達ね。その不良身体障害者って、いろんなの持ってくるのよ。
ありがたいですね。でもあんまり聞かないものとかくれたりするね。そうそう、意外とね、え、うん、そうなんだ、うん、ジャスティン・ビーバーなんかこれ聞いた時、あ、なんかこう素直なんだなっていうのが、ね、ロックしてるっていうか、ね、うん、いろんなね、まあ、こんな感じかなっていうのもあるしね、いろいろだよね、うんうん、これ多分長いだもんね。あ、そうですか。分からん、書いてないから聞いてみる。これ何分ですか。あ、本当そんなの、はい、はい、なんか、うん、なるほどね。面白い。うん、まあ、ブルースってブルースっぽい感じなんだよね。うん、雰囲気的にはあんまり、うん、音もなんていうのかな、ロックっぽいじゃない、なんか、うん、なんかこうちょっと一瞬雑音っぽいような感じのが、ね、ラジオトーンっぽいよね。うん、ワードさんもそうしてんのかな、うん、ザーザーしてるように。そうそうそう、うん、聞いてる人びっくりした、え、もう宇宙さんの番組かな。まだ聞いて、うちで聞いたらまだ違うと聞こえたんだけど、でもまあ、面白いな、あの、うん、ブルースの典型みたいなね、昔古いブルースもこんな、ノリは違うけど、うん、語り、まあドーキングブルースじゃないけど、うん、喋ってる今のだから、あのラップの原型みたいなやつだよ、ね、あ、うんうんうん、そんな感じなんだ。これもそうじゃない、メロディー合ってないような感じだよね。うんうん、こういうのがなんかグラミー賞にノミネートされるっていうのよ。うーん、日本でもしょうがないね、ちょっと違う。なんか、ブスカちゃんからあれが来てますよね、メールが、グラミー賞のことで、うん、あ、そう、うん、はい、はい、声が低い、うん、あ、コーラスが低かった、うん、はい。うん、ラジオトーンみたいなね、あ、ライブかな、ライブじゃないのかよくわかんないけどね、うん、もう面白いですね、ビヨンセなんかね。ブルースを感じて、なんかブルースっぽいなみたいな感じしちゃって、あ、ね、ノリも面白いしね、まあ、うん、トーキングブルース、うん、あ、始まりの頃に戻ったみたいな、そんなような歌でした。あ、歌でした。冷たく突き放しちゃった。うん、だもう一曲じゃ続けてね、せっかくこのアルバム、うん、もう全部細かく聞いたわけじゃないですけども、さらっと聞いて、うん、一番最初がビヨンセでね、うん、で一番ラスト21曲入ってるんですよ、これ21曲入ってるんですけど、これが、うんうん、ハンブランドカインドか、うん、ハンブランドカインドって曲で、うん、ティム マクグマクローかな、うん、ティムマクローって人ですね。はい、ちょっとこれ聞いてください、うん、ね、お願いします、お願いします。これでなかった、え、違った、これでいいんだよ、キカインドか、間違えた、ごめんなさい、うん、私キットって書いてあったし、ね、カインドか、うん、間違えて返した、ああ、うん、カインドは正しいですよね、うん、これなんかカントリーっぽい感じ、うん、で、これも入ってんですか、これもだから一応ノミネートされたんじゃないの、これなんか、これがあの、うん、なんか優勝したのはどれとかって言ったの知ってる、ビヨンセが入ってる、ビヨンセがそうだった、あと誰だっけ、なんか忘れたまえ分かんない、いろんな割と最近の人かな、あ、アデル、え、あ、アデル、アデルか、あ、誰、あ、これも良かったな、これは良かった、あとね、
なんかやっぱこういうそういうリズムっぽいのと、うん、ああ、これか、聞いたことある、うん、これって別にこう若い人ばっかりでもないんですよ、うん、そうみたいね、そうなんだ、あんまりちょっとあんまり分かんないんです、村民衆って、俺もあんまりこう意識して聞いたことなかった、でも気になる人はとってもいつも気になって聞いてますよね、うん、今意外となんていうのかな、うん、面白い、うん、やっぱ人はヒットするかなって感じするよ、うん、でもあのどんどんシンプルになって、シンプルなんだけど、まあまあ、まあうん、大胆になってるっていうのかな、あんたの今全然違くていいですね、うん、全然ね、うん、今度放題放送誌っていうのが新鮮ですこれだったらちょっとメール読みますね、うん、はい、結構一曲てるね、あ、そうか、最後の2つもあったしね、ちくらさんと、どこ行っちゃった、うん、じゃあ、あれしちゃいます、うん、グラミー賞つながりで、じゃあ、うん、あ、それ行きますか、なんだっけ、それブースカちゃん、あ、ブースカちゃん、それ行くわ、 お願いします、はい、ブースカちゃん、あれ、ない、これか、あれ、あ、いいの、あ、この長いの、長いの、あ、この2つつながってます、うん、はい、リクエスト、ミシェルだ、はい、ああ、ういはっはっくしみ、風邪いちゃう、はっ大丈夫です、マスクだね、なんかのんびりしてていいな、うん、これでね、草原が見える、でもやっぱり雑草見ればなかったから、あ、そうですか、ごめんなさい、いやいや、おい、バカなの、俺が決めた、はい、うん、はい、はい、ね、対照的ですね、そうですね、ビヨンセの経験って、うん、そうですね、うん、あのなんていうの、 この間もなんかな、テレビで見せた日本のコマーシャルでなんか、うん、あの歌ってる女の子がすごく激しい感じで歌って、名前なんて有名なコマーシャルなんですけどね、ちょっとうっかりしてましたけどね、うんうん、まあ、そういうのもなんか受けてるのかなって感じしますね、うん、これがグラミー賞に、ね、ノミネートされたわけだもんね、うん、じゃあメールをちょっと読みます、はい、うん、ね、お、グラミー賞つながりいたね、いたね、はい、ブースカちゃんですね、今週も長いです。長いですか。さて、グラミー賞が発表になりました。はい。さすがのうっちゃんもグラミー賞は受賞して今だと言うじゃないですか。ね、グラミー賞、うん、いい。なんか、欲しいですか、欲しいですかって。グラミー賞といっても、うん、受賞部門は100を超えているらしいです。あまり詳しくないけど、ね、うん、で、その中でも特に重視されているのはどの部分でしょうか。おー、パッと出てこなくて、言われれば皆さん、納得までです。うん。あ、まあ、ソングオブザイヤー。最優秀楽曲賞ね、うん、アルバムオブザイヤーとレコードオブザイヤー、うんうん、ベストニューアーティスト新人さんです、あ、新人賞ですか、うん、新人賞、ね、ちなみに最優秀レコード賞と最優秀楽曲賞の違いが分かりますか、うん、微妙だね、うん、最優秀レコード賞が一つの曲について
アーティストとプロデューサーを対象にしているのですが、うん、最優秀楽曲賞は一つの曲の作曲者に与える、あ、作曲者のね、という違いがあるそうですというね、うん、勉強になりましたね、はい音楽番組らしいですね、だってはい、まあ、そういうことですね、うんうん、続きがあるんですね、うん、さて我らが、いや、私のビートルズ、私のビートルズ、上記4本のうち3つを受賞していますと、アルバムオブザイヤーは、サージェント・ペッパーズ・ロンリーハーツ・クラブのね、ソングオブザイヤーはミッシェル、ベストニューアーティストも取っていますと、でなんとアルバムオブザイヤーで、うん、ジョージがバングラデシュで、ジョン・レノンがダブルファンタジーで受賞しているんですね、うん、あ、そうなの、あ、ダブルファンタジーね、うん、いつかヒアカムザサンのバングラデシュライブバージョンがをかけてね、そうですね、5年ぐらい前から言ってくださってますね、ありがとうございます、それは見つかんないっつってねそうなんですけど ね、じゃあなんか感じない人、ね、あ、そうだそうそうだ、ブースカちゃんあれだったんですね、うんうん、ミシェルがリクエストだったんですね、リクエストミシェルだったのね、うん、今度 ね、 じゃあね、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあリトルレディ12歳のママさん、こんにちは、うん、うん、内海さゆみさん、こんにちは。こんにちは、うん。2月も半分終わってしまいましたね。はい、ね。内海さんは昨日何個チョコもらいましたか？えみさんは作りましたか？内海さん、どのぐらいいただきました？いや、感情してないですね。うん、なことはないですけどね。まあ、数多かったんですね。4個、5個いただきました。あ、加藤貴一と一緒だったんで。あ、そうなんですか、昨日ね。女性ファンが多いじゃないですか。うん、だからもう。持っていただきましたね。酒のつまみみたいなの、あの、うん、ニシンのなんだ、チョコレート、スモーク美味しかったね。スモーク、それはもうあのチョコレート関係なく、関係なくですね。チョコレート、まあいつもみんなチョコレートもらってるとか他のもいいでしょってことだよね。うんうんうん。あのニシンのあれ良かったですよ。ああ、なるほどね。うんうん、私ねチョコレートね、うん、作りましたよ。作ったの？うん、あのねちょっとねアルバイトしてるところの子供たちにね、ちょっとね、うん、手作りで作ってみました、ね、最近私チョコレート作るのね好きなんですよ、うん、好きなんですか？そう、あのチョコレート作るんであげる人もいないそうそうなの、自分で食べるためにあ、そう、うん、でもカカオはいいらしいですよね。カカオ脳の活性化に、うん、私あの90何パーセントとかいうチョコレート、濃いめのめちゃめちゃ苦いですけどね、あれだけでちょっと食べられないから、なんか、うん、もうちょっと甘いのと一緒に、ええ、活性化してるかどうかわからない、ね、してると思います。そうですか、うんうん、でもビリコにはなるわけじゃないと思うんですけど、私の言っていいですか？あ、いいですよ。あのね最近ね、うんうん、今 EM のお米から作られた、うん、あの玄米茶用の玄米があるんですよ、うんうんうん、こういってあるのがあるんですけど、うんうんうん、チョコレートにねそれを入れて、うん、玄米チョコレート、あとナッツとか、あのドライフルーツを入れて作ってるわけ。それで、うん、となんかちょっとね、あの余ってる、うん、何、食べ応えもあるし、お腹にちょいっとたまるし、小腹が空いた時にちょっと一個、今度は食べさせてよ、はい、カカオ多めでお願いします、作るのちょっとね凝ってます、はい、そうですか、うん、はい、そういう今日この頃、今日この頃ですね、うん、はい、で話はガラッと変わりますが、うんうん、最近またまた新たに知り合いになった方々がいます。おお、いいですね、うんうん、盛り上がって話していたのですが、私を含めて8人、血液型が B 型が4人、うん、AB 型が2人、 O 型が1人、私は A 型なのですが、なぜか友達には B 型 AB 型を集めてしまうようで、うん、よく聞く日本人の血液型の割合と違うような気がしています。血液型占いなどあまり信じていないのですが、楽しい集まりには B 型 AB 型の方が多いように思います、うん、あ、バカバカの皆さんはいかがですか？男の方は血液型の話はしないんですか？うん、あ、する時もあるけどね。でもあんまり気にはしてないね。お、お前 B 型だからさとか、あ、まあそういう、ね、前の方だねとかって言わない？あんまりないかな。たまには何型って話になるからさ、A 型、あ、A 型なんだって思うのもあれば、全然違うじゃんみたいな。その型によっていろんなイメージあるけど、あんまり関係ないかな。でバカバカのメンバーの、わかります。あの、血液型でも以前もうバカですから。A B C で、だそれで A B C にしたんですね。A B C、足、足型はないですけど、ね。なるほど。大型なしみたいな。まあでも、うん、私は A 型ですよ。あ、うち。エミちゃんが何？A 型です。A 型、あ、A 型、うん。A 型の周り A B 型多いな、俺も感じるね。あ、そうですか。うん、俺の周り A B 多いもんね。AB とか、うん。私の周り O が多い。え、O が多い。O と B が多い。あ、そう。ええ。
まあそれもまあ別にね、だからっていう理由はないからね、うん、まあみんな人って面白いですよね。なんかね、うん、まあでもなんかその気質っていうのはあんのかどうかね。うん、どうなんでしょうね。あれも統計なんでしょうかね。どうなの。あんま感じたことはないですけどね。うん、特に、うん、あ、こいつ A 型なんだみたいなこと思ったことはあんまないね。ああ。A 型だからしょうがねえなとかそんなことも思ったことないですね。ああ、まあそうですよね。うん。ということですよ。まあまあ、ね、ね、あ、面白い。はい。うん、面白い。それで、ね、これで終わりでしたっけ。あ、はい、ですね。もう先はないんですね。うん、リトルレディさんはそう。あ、だから内海さん、エミリさんの血液型何か面白い思い出があったらぜひぜひ教えてくださいの今なんか。A 型同士じゃなんか。うん。なんて言っていいか分かんない。A 型同士だとでもなんか、なんか分かります、内海さん A 型っていうの。あ、そう。うん。A 型さんはどうなんだろうね。まあ、私小心者です。あ、じゃあ別に宇宙さん小心者とは言ってない。俺も気が小さいことだ。ちくろさん、ちくろさん、ね、こんにちは、うん、リクエスト熱い曲。熱い曲。熱いみたいな。あ、先日久しぶりに本当久々にライブ参戦してきました。うん、あ、そう、湯島のね、来てくれたんですよ。ユダヤさんのバカバカさんのライブ。清水さん、やっぱりあなたは韓国やもう、なんか、あ、これ読みづらいな。あ、じゃあね。私がね、楽しかった。内海さん、やっぱりあなたは神です。神や、生きてる。ギターを持っちゃうと本当に神です。月のない夜は何度聴いても飽きないし、毎度イエーイって感じです。これ湯島は近いんでちょくちょくお願いします、うん、そうそう近いんだよね。あ、そうなんですね、うん、この日は毎度バタバタの日で朝から千葉までお野菜の買い出しとお魚食べに行き、家に帰ってきて30分で洗濯物を取り込み、たたみ直ちにダッシュで東京ドーム、え、世界のラン店に行ってきました。ラン店、え、すごい見事大迫力のランのランの乱米でした。綺麗だった。その後ママ友と飲みに行き、結構ベロベロ。それから、え、それからのライブ。すごい。だいぶ出来上がってる感じ。ね、ご機嫌上がる日でした。超楽しい日でしたって。まあ、っ結構飲んでたからね。でも、すごい、一日に何個こう、イベントっていうか、ね、あれを、用事を済ましてるんですか？それも楽しいことばっかり。まあね、タフですね。タフなんだよ。ね、本当にタフ。うん、いやー、元気あるしね。ね、羨ましい、その行動力。はい。はい、ね。じゃあ、ここで一曲聴いちゃおうかな。うん、はい。次は。次は。なんと。なんと。これものものいただいたって、ね、提供していただいた。ありがとうございます。クリームってあの、うん、ね、多分皆さん、ね、エル・クラプトンとか、はい、ジンジャー・ベーカーと、なんだっけ、もしリストルベースじゃない、ちょっとすいませんね、忘れてしまい、うん、最近もう物忘れその、ま、トリオでやってたバンドの、はい、そのアルバムの制作段階なのかよく分かんないですけどね、どう言ったらいいんだろうな、これ、うん、あのあれね、フレッシュのフレッシュクリームってタイトルになってるんですよ、ね、なんでフレッシュすごいの、あのクリームのまあベストエディションっていうか、うん、なんかいろんなテイクを、いろんなあの集めてるっていうね、うん、多分ボックスセットみたいなやつだと思うんですよね、その中のね、曲でタイトルが放題がなんか放送誌って書いてある、面白いですねよくわかります、うん、多分なんか違う英語の題もあったんだと思うんですよね、うん、じゃあ放題でクリームですね、放送誌、はい、あれ間違えちゃったかな、これ、まあ、いいでしょ、これ13 13じゃないですか、13じゃないかなったの、俺が間違えたのね。本当？まあこれでもいい、これでもいい。本当これ。これでも放送時は放送時だもんね。いいね。12だ。ごめんなさい。あ、本当だ。ああ、あ、そうかそうか。間違えちゃった。ごめんなさい。私がいけない。どうしましょう。まあ、じゃあ12のなんとかでしたって言ってもらって。それって、おどか赤い、赤い。あ、本当？わかんなっちゃった。あ、やばいやばい。顔笑ってきちゃったからね、じゃあね。あ、それで。じゃあこれはフェードアウトして次それかけられないか、でも前の曲だからな、どうか、あの先生、これは何分ですか、2分、じゃあこれ終わったらば12か13、ああこれ13だったの、私が間違えてしちゃったんで今度12かけてください、うん、話の流れで続けてでいいですか、続けてでいい、あ、一言言おうか、一言言ってから、
すいません。あ、ちょうど悪いか。あ、でもなんかこれもいい感じで、うん、これが猫とリス。うん、え、はい、12。これ12じゃないですか。これ消すだよ。13だよね。これが13。今13かけちゃったんで、うん、これがなんだっけ。これが猫とリス。なのかな。すいません。猫とリスが、これが13で、ね、次が12をかけてもらっても、ね、遅しですね。うん、はい。あ、でもなんかこれもいいですね、いいですねとか言っちゃった。そうです。ごめんなさい、全然違う感じです、ね。まあ、別にいい、全然もう、まあ、これがいいんだ、これが。もうこういうのかけちゃった方がいい。楽だしね。楽、うん、別にあの最後のなくして出ておくんですか。いやいや、そう、ちょうどいいから、うん、うん、あ、はい、まん12、次が12、え、次が12、次が12、はい、これがなんていうか、これなんだ、なんとし、これが猫とリス、猫とリスか、へえ、面白い、はい、はい、ね、これはこれは猫とリスでしたね。放送紙じゃなかった。ごめんなさいね。猫とリス。猫とリスを放送紙に包んで、ね。じゃあもう一曲お送りしましょう、ね、じゃあ放送紙。はい。これ。ああ、ありがとうございます。おお。あ、なんか本当包んじゃった感じ。へえ。まあ、もうでかおでこ赤くなっちゃったね。なんかやだな、もう今日。あ、映ってんの。どういうの？あれちょっと。これ誰歌ってんですか？これはね、多分ジャック・ブルースやん。あ、ベースがジャック・ブルース。あ、ベースがジャック。あ、こんな優しい声な。こういう、わかんない。でもクラプトンみたいな声にも感じるよ。うん、おはようございます。これもクリームなんですか？これもクリーム。知らなかった。うん、でも2曲かけてよかったですね。対照的だね。この人老眼でやっぱり13も12もよく分かんなかったですよ。やばいですね、山田さん。みんな。俺も大体分かんなかった。ご高齢。字がね、なんとかルーペが欲しくなるよね。はずきルーペ。うん、エミちゃん見てるよ、撮っちゃるよ。いいですか、せーの、ピース、ウィース、あ、でも、選ぶのやっぱりこっちの方が宇宙美さんらしいですね、かな、うん、まあ、あれもいいんだけどね、いや、宇宙美さんらしい、こんな感じなの、60年代でなくちなかっていうか前半の方だと思うんだよね、うん、これなんて言われなんだろう、本当にオブラートなんだろ だろう、ね、いや録音が悪いだけだと思うよ多分、うん、あ、違う、このこれの英語の題っていうか、あ、オブラートね、はい、はい、うん、じゃあメールだな、うん、はい、はい、構想なかなかねいいですね、こう、これ声がジャック・ブルースなのか、うん、クラプトンみたいな声にも聞こえるし、うん、まあね、これも調べてください誰かみたいなね、うん、ね、2曲しちゃいました、ね、すいません、2曲続けていきます、はい、じゃあメールをちょっと、ね、メールはい、はい、ね、ジョニー大口雄之介、こんにちは、うん、メッセージ、うん、内海さん、エミさん、新年のご挨拶もできずにご無沙汰しちゃってすいません、はい、いえいえいえ、今年もよろしく、こちらからよろしくね、うん、ありがとうございます、うん、お願いします、うん、
いろいろ私仕事で、うん、バタバタしておりましたが、今日は休みなので、内海さんライブに伺わせて、今日ハイダウェイで、ね。ああ、ハイダウェイなんですね、うん。まだまだ寒い日が続きますので、お体にご自愛の上頑張ってくださいと。あ、ね、ありがたいですね。あ、ケリーさん。うっちゃあいみさん、こんにちは。こんにちは。私の周りで時々、こんな自分が嫌だってつぶやく人がいます。嘆く人がいますが、私は、いい人、そんなあなたが好きって言います。なんてケリーさん、言い方なんだろう。ねえ、素晴らしい人。ねえ、人それぞれ個性だから、世の中には様々な個性があるから、バランスが取れてると思うから、だから私も凛として行きたいな、うんうん、リクエストはパラレルブルース。おー、離れていても2つの愛のつながりを感じますそして素晴らしい音の集合体です。愛しのケリーより。あ、ありがとうございます。ねえ、ケリーさん、ね、なんてなんかすごいいい人なんだろう ね, 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 ねえ、うん、でもなんかね、うん、こう愚痴とか聞いてもらってって、うん、もう嫌になっちゃう、こんな自分嫌だとか言った時に、うん、でもそんなあなたが好きよ、うん、またいいところよとかなんか言ってくれたらほろっときちゃいますね。どうだろうね、だそういう宣伝あるじゃん、なんか、うん、困ってる君見るのが好き、そういうところが嫌いだなってなんか宣伝ね、それは ね, ね、なんかありましたね、また違うか、うん、はい、北郎、ありがとうございます、ね、はい、ありがとう。内海さん、井水さん、こんにちは、北郎です。こんにちは。いやいや、久しぶりになってしまいました、うん、北郎、持病の急性胃腸炎、あら、あら、そうなの、うん、すごくお腹が痛くなり、うん、そして下痢になっちゃうんです。あら、うん、辛いですね。ちょっと背中に汗をかいたりなんかして。あらあら、うん、辛いですね、うん、昨日などは農協のボウリング大会だったのですが、うん、キャンセルしてしまいました。あら、あ、そんな辛いんですか。なんせ力が入らなくなるんです。あららら、ら、あ、これ脱力感、うん、ぎっくり腰っぽいねまたこれっていきなりやってくるもんですから、本当に参っちゃうんですね、うん、まあ、ネギの出荷も終わり、飲み歩いていたりするからバチが当たりましたから、あ、書いてない、そんなことバチとは書いてないですよちょっと疲れが出たのかもしれません ね,、うん、ね、情けないったらありゃしない、ね、うん、ということでちょっと休みたいと思います、うん、ではでは、ね、あれ、はい、あの回路とか、うん、結構ちっちゃい回路、お腹のとこ ね, いいかね、うん、とか背中とか、ね、風の引き始めで目にもいいっていうしね、寒い時はね、いいよ、うん、なんかお腹しくしくしたりするとやっぱり温めた方がいいんじゃないですかね。そうなんですね、まあ、うん、温めるのは寒いのはなんかさ、うん、ちょっと萎縮しちゃうかな、うん、まあでもスカッとするっていう意味でもあるけどね。あ、そうですか。頭がスッとこう急に冷えるとさ、すっきりするじゃない、うんうん、なんだっけ、濃厚そこ起こしてる、頭寒足熱頭寒足 熱, 足熱、そんなこと、ね、頭は冷やして頭寒足熱だね、うん、足は温めて、ね、なんか勉強するときには図鑑即熱ですよね、頭に入りやすい、ね、うんうん、どうなんでしょう ね, ね、でもそれで脳一血とまた言ってるよ体には、うん、あの危険性も伴いますが、うん、我慢ね、じゃあ大事にしてくださいね、体を、はい、じゃあこれも前に書き直してください、うん、私この、このね、この中で弾いてるボトルネックギターがね、色っぽいなと思ってますけどね、うん、じゃあそれを聞いてもらいましょうかね、はい、なんだっけ、ドクタージョン、そうですね、レオン・ラッセルでね、はい、カム・マイ・キッチン、はい、うん、レオン・ラッセル、去年の11月でしたっけね、亡くなったので、うん、そうだうん、結構テンポがいいんですよね、テンポがいい、面白い、うん、そうですね、今日結構メール多かった、多かったね、今日ね、うん、嬉しい。ケリーさん、登さん、車止めれたんですか。あ、止めました、大丈夫でしたよ、よかった、うん、なんか工事が多いよね、うん、工事多い、工事多いね、ここでもね、年末、期末っていうんですか、あ、そっか、年度末、年度末、はい、まあ2月、そうだな、うん、さ、もう大体税務署も2月もね、あれだもんね、いらない工事やってますよ、
これのぼろ先生曲名書いといてくれます。これはいいかね。あ、ごめんなさい。いいですね。え、壮大なのそれ。はい。あ、はい。まあいいな。いいですね、はい、最後までね。渋いですね。これはロバート・ジョンソンの曲ですけどね。ああ、そうなんですか。まあ、いろんな人がやるといろんなことになるという。いろんなことになる。うん、確かに。楽しい醍醐味でもね。ねじゃあ、ここでエミちゃん、なんか曲をかけて。あ、続けちゃっていいんですか。あ、なんか喋りますか。なんか、この、この子に呼んで。この、いきなり喋りますか。トランプもね、あれですけど、ね。うん。まあ、それはいいとして。うん。ね、この、うん、これしかしねちょっとびっくりしたんだよ、ええ、そのクリームのクリームもそうだけど、うん、グラミー賞、ええ、いろんな人がいいね、ええまあ、こういうのもあまりたまには聞くもんですね、ベストみたいなやつ、ねうん、あだから漏れたのが結構いいのが、ええ、いいのもあるしね、うん、もう一つかけたいの本当あったんですよね あったんですけどね、ええ、これも皆さんご存知のピコ太郎から、ね、ジャスティン・ビーバーってしたのね、ええこれなかなかいい感じでしたよ。うん、そうですか。そうですか。それ、それかけます？それまあでももうあそれでよくかけまられますからね少しねいろんな、うん。先にじゃあエミちゃんの。あわかりました。うんじゃあね私が用意した。たまに聞きたくなるんですよあの空がブルーだとチックコリアの。うん。What game shall we play today？、うんうんこれでいいです。これ何分ですか？ああ、4分24秒ちょっとこれでいいんじゃない？これはかけるあれないですか、ね、これ次の時でもいいし、うん、ネタはつけないから、これどうしたんすかそれ。いや、これ友達からグラミー賞のノミネートされたアルバムのあれ、うん、コピーをさ、うん、もらったの、ね、聞いたら、結構かっこいいな、うんうん、いいっすね。ビヨンセ、ビヨンセって最初目ビヨンセが始まった。今日ビヨンセから始まった。うん、そうなんだ。で、ジャスティン・ビーバーとかね、はいはい、結構なかなかいいんだよね。なんていうのかな、うん、ブルーノーマンスがグリーンスツインドをやったって言ってましたね。うん、ね、うん、アデルは結構よく流れてますよね。後ろにかけない。ああどうしよう。3分30秒どうしよう。じゃあジャスティン・ビーバーを聞きながらお分かりしますか。じゃあそうすると YouTube にちょっとあダメかずっとあれになっちゃうんで、じゃあこれでいいんじゃん。いいですか、うん、もうこれたっぷりかけて、じゃあこのままで、はい、はい、ライブ告知とかありますよ。まあまあ別に、まあ、今日だね。今日しかない。明日は休みだし。今日入ったらいい。今日入ったらいい。それ言っておきますか一応ね。うん。朝だった感じもしれないけど。うん。まあ、近くの人がいるかもしれないね。近く。うん。入ったらいいよ。誰と今日は。うんと浜ちゃんベースと。ああの誰でもどうぞの。そうそうそう。あ、まあ、2ステージ目の参加型で。楽ですよ。楽でちゃって言い方。なんかこのクリームのいいですね。いいよね。いろんなバージョンがあるんだ。そうなんだ。ただね、いわゆるあのヒット曲みたいな「サンショウエブラブ」とかそういうのは入ってないんで、その以前の「ファースト」っていうのが1枚目のアルバムなんだ。ああ、フレッシュクリーム、うん、そうそう、それの曲だからね。まだ「アイム・ソー・グラッド」は入ってて、あ、
うれ、嬉しい、嬉しい気持ちそのままや。それなのいろんな国のバージョン、UK バージョンみたいな。いや、多分ね、録音、あとモノとかステレオにも分かれてるから、この時代まだモノでもこう流してる時代だよ。さっきのはモノなんですか。だから ディスク3枚あるんだよね。だ3枚目が一番多分最近のやつじゃないかな。でも曲は変わってないんだよね。だからその当時の全部集めたっていうことなんですね。その方が集めたの全部じゃ。いやいや、この会社だと。あ、会社が、うん、そのへーメーカーはちょっと分かんないけど、あ、これが、これがあれ、これがこの、あれ、これこっち、あ、これはこっちか、うん、そうだね、これがディスク、これがディスク、分かれてるんだよね、ほう、説明書が2枚ぐらいしかないんだよ、ここがこうなって、これがグラミーシリーズ、うん、ここがこれがね、これとこれが多分あ、だって何個も入ってるもんね。そうそうそう、でもね、曲はほぼ同じなの。ギンディスさんも、うん、ほら、嬉しい、嬉しい気持ち、嬉しい気持ち、I'm so glad とか嬉しい気持ちみんな放題なのがこれ、この辺がいいね、はい、うん、爽やか、ね、爽やか、ね、爽やか、ね、爽やか一番、爽やか一番でしょ、うん、ね、うん、今日内海さんライブは、うん、今日、あ、今日はね、中南林間のハイドウェイってやりますんでね、まあ、うん、もう打ち替え方とかもしね、うん、暇な人はね、暇な人はって言うんだけど、お忙しい中でも結構なんで、来てください。それはあれなんですか、誰でもあの、まあ、参加っていうか、うん、2ステージやって1ステージ目は、うん、僕とハマちゃんっていうあのベースのね、ええ、人と2人でやりますけど、2ステージ目はまあ一緒にセッションみたいな感じでやってます、ええ、ね、うん、遊びに来てください。はい、ね、じゃあね、腕自慢、腕自慢の人とかね、うん、なんでもいいんだよ。あ、なんでまあね、音楽を愛する頃に、ね、うん、国境も何もありませんからね。そうですよ ね、うん、幸せになっていただきたい、幸せに、うん、はい、キンキンでもう一つなんかないですか。キンキンですか。あ、手帳が手帳持ってないんで、ね、うん、あ、そうか、なんだけど、うん、まあ、もうしょっちゅうやってますから。そうですよね、あのホームページ見ていただければ、あ、す、働いてますねって感じ。月の半分は地方に行ってます。半分はやってますよ。半分、地方はそんな行ってないですけども、ごめんなさい、うん、今月はあの名古屋とか、岡崎、うん、大阪も行きますからね。ああ、そうですか、うん、関西方面が結構多いですけどね、よかったらね、うん、来てちょうだい、来てちょうだい、ね、うん、というわけでね、そうですね、うん、あともうちょっと時間あるんですけどね、この間のそういえば、2月11日にやったジェミニー、うんうん、なんかすごい、うん、みんななんかすごい楽しかったって、赤坂のブルームーンと、あ、ね、私写真だけいろんな方の見せてもらって、あれでしたけど、あ、そうですか、うん、好評ですか。好評でしたよ、うん、うん、越川ひろしさんもカナビーツの曲歌ってくれてました。あ、歌ってましたね、うん、こうね、来ていただいたもんね、ね、うん、歌ってくれまして、うん、なんか新次郎とはなんかもう前からの付き合いが長い、あ、長い、新次郎自体もカナビーツっていうにいたらしいんで、なんか言ってましたね、そういえばね、なんか辛そうです、これ体ね、うん、空気のあの、うん、あったかくなっちゃった温度差に弱いんです、ね、弱いです、みんな弱いですよ ね、まあ、ちょうど時間となります、はい、わかりました。は、ね、はい、場のつなぎが妙な感じです、ね、妙な場のつなぎで申し訳ない、まあ、いつものことですか、ね、はい、まあ ね、ゆっくりお楽しみください、ね、あの多分これからゲストはもしかしたらぼーっと続く可能性もありますけどね、はい、うん、またお知らせしますんでよろしくお願いします、はいはい、では次のコーナーに行きます。すいません、大丈夫でした？むせちゃってさお願いします。